強くなるなんて屈辱です。私の言いつけ通り審査を通過してきたようね。いいわ、これからはあなたたちのことを名誉子供として認めてあげる。いらっしゃい旅の方。私はこの町の指導者リゼロッタ。国民たちからは女王と呼ばれているわ。あなたは、そう変わったお名前ですこと。カエルみたいな顔のあなたにぴったりね。それで、あなたたち一体どこから何のためにこの町へいらしたの？そう、蝶を探し。それじゃあこの町のルールを教えてあげる。一度しか言わないから心して覚えなさい。まず一つ目、子供の言うことは絶対。名誉子供は子供の言葉に従って邪魔しないこと。そして二つ目、どんな時でも戸締まりはちゃんとすること。最後に三つ目、名誉子供はおやつ抜き。あとムッチーノは私の執事だから倒したりしちゃダメよ。私からはそれくらいね。あなたのカエル顔も見飽きたからそろそろお下がりなさい。ねえ女王様、お話が終わったんならおやつにしようよ。あたし、こないだ出してもらったすごいケーキがまた食べたい。あら、そういえばおやつの時間だったわね。じゃあ支度してくるから、みんな後で2階のティールームへいらっしゃい。ほら、さっさと来なさい、ムッチーノ。女王様の御心は、私めの心。すべては、女王様の仰せのままに。あ、そうそう。名誉子供はおやつ抜き。覚えてるわよね。来るのは勝手だけど、あなたたちの分はないわよ。
席に着いたわね。それじゃあ始めるわよ。ほらムッチーノ、いつものあれさっさとなさい。女王様の望みは私めの望み。天木調べをしばしお楽しみください。どう？あなたこんなおやつの山見たことないでしょ。ムッチーノがいれば好きなものが好きなだけ食べられるのよ。本当に？ま、所詮名誉子供のあなたにあげる分はないけれど。え？おかしい。おいしそう。さあ、みんな召し上がれ。いただきます。ちょっとムッチーノ、あたしプクプクピーチのケーキが食べたいって言ったでしょ。おいらこんなんじゃ足りないよ。お砂糖がいっぱいかかったドーナツ山盛りで出してよ、ムッチーノ。はい、かしこまりました。お嬢様、お坊ちゃま、ただいま。こんな使い魔の力に頼り切った生活、本当に大丈夫なんでしょうか。以前はこの町にも大人がいてちゃんとした暮らしをしていたんです。なのに今は。なあみんな、みんなで神殿に行ってみないか。昔みたいにお祈りすればきっと大人たちが戻ってきてくれると思うんだ。大人なんて戻ってこなくていいさ。俺たちには女王様がいるからな。私たちはあんたみたいに弱虫じゃないの。そんなにお祈りしたければ一人で行けば。私もお腹いっぱい。僕ももういいや。そろそろおやつの時間もお開きね。それじゃあ私は出かける支度をしてくるわ。ということは、いよいよ例の計画を再開するんですね、女王様。ええ、ドラゴンの尻尾も用意できたことだし、そろそろ最後の仕上げに移るわよ。あなたたちも早く支度なす。私は部屋に戻るから、あなたたちは1階で待っててちょうだい。ムッチーノ、あなたも休んでていいわよ。女王様の御心は私めの心。すべては女王様の仰せのままに。Thank you.
今のセレドの町は子供しかいないけれど、以前はいつも偉そうにしてる口うるさい大人たちがいっぱいいたわ。この教会はもう取り壊す予定だからって立ち入り禁止になっていてね。私たちにとっては格好の遊び場だったのよ。屋根の上で鬼ごっこをしたり、注意に来た大人を穴に落としたり、あの人たちの慌てる姿は愉快だったわ。私が家の書庫で古くから禁じられていた召喚術の本と魔法の指輪を見つけたのは、そんな遊びにも飽きてきた頃だったわね。最初は召喚術なんて信じてなかったの。ただ禁術に手を染めるっていう新しい刺激に、私を含めてみんなワクワクしていたわ。そうして召喚されたのが、私の羊、ムッチーノよ。ムッチーノは、私が召喚者と知ると、女王様と呼んで忠誠を誓ったわ。そして私にいいことを教えてくれたの。この地には伝説の魔人が封印されていて、魔人を召喚した者はどんな願いでも一つだけ叶えてもらえるとね。そこで私たちはこの教会でこっそり魔人召喚の儀式をやってみたの。材料はあり合わせのもので済ませたわ。そして召喚の儀式を始めた時、魔法陣が激しく光って地響きが起きたの。すごい揺れで建物が壊れるかと思ったわ。結局魔人は現れなかったけれど、教会の外に出てみたら町の大人たちはみんないなくなっていたのよ。不完全な材料を使ったため召喚は失敗し、暴走した魔力が大人たちを消し去ったの。ムッチーノがそう教えてくれたわ。魔人に願いを叶えてもらうこともできなかった上、まさか町の大人たちが一人残らず消えてしまうなんて。
でもあんなうるさい奴らいなくなってせいせいしたわ。いつもお説教ばかりでうんざりだったもの。この町に大人がいない理由も、私がこの町の指導者をしている理由も、これでさ、話は終わりよ。私はこれから大事な用があるから出て行ってちょうだい。ちょっとおばさん、邪魔だよ。それじゃ、行ってくるわね。私が帰ってくるまで、戸締まりに気をつけて、みんないい子で待ってるのよ。はーい。女王様、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ダメだ。リーズ、あの塔には決して近寄るなっていつも大人たちが言っていたじゃないか。危ないよ、行っちゃダメだ。フィーロ、いつ誰が私に意見しろって言ったのかしら。そうだ、お前みたいなやつが女王様に意見するなんておこがましいぞ。弱虫はいい子でお留守番してな。さあ、行くわよみんな。あなたは確か僕フィーロって言います。なんだか情けないところを見られちゃいましたね。リズはリゼロッタは以前に失敗した魔人召喚の儀式をまた試そうとしています。彼女はそのために儀式に必要な琥珀の宝珠があるという臨者の塔へ向かったんです。でも大人たちは臨者の塔には決して近づいてはいけないといつも言っていました。旅の方にこんなことを頼むのは気が引けるのですが、お願いがあります。僕はこのままリズを放っておけません。どうか彼女を止めるために臨者の塔まで一緒に来てくれませんか。ありがとうございます。臨者の塔はセレドット参道に出て参道を北に進み、臨時春海岸の遺跡を抜けた先です。
行きましょう。はあ、いい修行になったわ。少しは頼もしくなれたでしょうか。Thank you.
ください。レベルアップね。Thank you.
リズを止めるためにここまで来ましたが、いざこうして塔を目の前にすると気遅れしてしまって、僕のお父さんは町の神父だったんです。この塔には神に仕える僕が教えに背くなんて、あの古い教会で遊ぶようになるまではみんな大人の教えを守る真面目な子供たちだったんです。毎日ターマ神殿に行ってお祈りをして、鐘が鳴ると大人たちが迎えに来てくれて、今はあなたたちだけが頼りです。